どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は三原神をね降臨させていきたいと思っておりまして、簡易ネタデッキ選手権開幕ということで新しく新パックで追加されたカードで、何が強化されたかっていう話なんですよ。どういうカードがね強化されたのかという話なんですけどもね、三原神デッキがですね強化されまして、三原神デッキって何ぞやと、皆さんのホルアクティって知ってます？神のその三原神っていうのはこのオベリスクと、それからまあオシリス、そして、ウォーの翼神竜、まあ、ウォーっていうのは、簡単に説明するとなんかラーの翼神竜っていうのがすごい原作でめっちゃ強くて、みんなが好きだったカードなんですけども、遊戯王のその神の OCG の方に来るにあたってなんか効果がめっちゃ書き換えられてなんかめっちゃ弱くなったとめっちゃ弱くなったと、だからこれはラーではないと、これラーではないウォーだって言われたんですよこれでウォーの翼神竜って言われてるんですけど、この3体が三原神って言われてましたですね。でフィールド上にこの3体の神のモンスターがいる場合、そいつをなんかそのリリースだけなして、出せるモンスターがいて、ホルアクティっていうやつがいるんですけど、そのホルアクティっていうのを、出すと、そのデュエル自分が勝ちになるっていうまあ、マッチキルじゃないけどそのデュエル確か勝利するみたいなすごいふざけた効果なんですよね。デッキって結局そのラーとかオシリスとかオビリスクをババってこうフィールドに並べるっていう必要があるんで、今日はこの三原神をフィールドに、一旦でっていうか、並べていきたいなと思ってます。どうやって、やっていくかご説明しましょう。そこで役に立つのがね、この一族の結集という、新しい新パックで登場しためちゃくちゃ有能な、展開カード、これまあ一応ちゃんと効果をね説明しておくと、フィールドの表側表示のモンスター1体を対象として発動できますと、自分でも相手のモンスターでもどっちでもいいです。そのモンスターと元々のカード名が異なって、元々の種族が同じモンスター1体を自分の手札墓地から選んで特殊召喚しますよと。だからこれ元々のなんで、例えば DNA で改造されてるとか、ハイオールゾンビ軍団ってなんか書き換えられてるとか関係ないんですよ。元々の種族なんで、ほぼ出せます。どんな状況でも大体出せる。でこれで何が言いたいかっていうと、原神獣族に、じゃないですか、この3体っていうのは。これで例えばね、ラーがいる場合、一族の結集を発動すると何が起きるかっていうと、手札が墓地からオベリスクが出てくるんですよでオベリスクを一族の結集で指定するとオシリスが出てくるんですよ。こういうことです。今日はこれやっていきたい。でね、一個注意点としては、何やっけ、スワンプマンとかいいじゃないですか。あと、漁師猫とか、なんか、種族が、なんかこうか、変更できる、自分の種族を変更できるモンスター、トラップモンスター。あれはですね、元々の種族が、ないので、遺族の結集ができないと。これね、俺天才だと思った、最初天才かと思って、なんかスワンプマン、これ原神持続にしたらこれ神出るやんけと思って、やったと思ってやってみたら全然出ねえっていう、元々の種族がないからっていう、最低らしいんですけどね、それ注意していただきたいと思ってます。で一点注意点があってですね、オシリスとオベリスク、これはですね一応ね一ターンだけなんですけども、このカードが特殊召喚されている場合エンドフェーズに発動、そのこのカード墓地を送るっていう方があるんですけど、一応特殊召喚できるんですよ。オベリスクもオシリスも。なんですけどね、このね、ウォーさんが、こいつだけで特殊召喚できなくて、こいつだけアドバンス召喚をする必要があるんですよ。OCG の方だと、なんかスフィアモードっていう球体系かなんか結構特殊召喚するギミックは結構あるんですけど、いろいろと、実装されてないカードがあって、ラーだけ、ウォーだけは特殊召喚できないんで、これはアドバンス召喚します。このアドバンス召喚3体リリースからアドバンス召喚してラーの翼神竜を対象にとって一族の結集してこれとこれ出します。今日ははい。でギミックとしてはやっぱギミックそのこの辺を持ってこないといけないんでね、この辺のその黄金室とかタイムカプセルとかこの辺のカードを積んで、サーチしてくる、耐久としては、今回
ネタレッキ選手権の、まあ、一環としてやるんで、まあ、相手はちょ春にお願いしてなんか、結構、ロマンデッキみたいなの組んでもらったんで、まあ、一応プロレスになるんですけども、ギミックとしては、3体モンスター並べればいいんですよ。で、ウィンダとかってこれ戦闘破壊とか効果破壊されるとなんかそのリグルトできるから、これで効果破壊できないこのなんかペトロフィンかなんか出してなんか耐久しといて、でガーディアンの力感がつけて耐久しといて、で3体リリースはこのラーの人かなんかの素材で用意して、でデュアルサモンして、ラー出して、で、ラーの原神持続だからそこに対象を取って一族の結集してこことここ出して殴るという感じになってます。でスキルは生贄を束ねる力っていう気持ちいいぜっていうね、彼ですね、マリックさんの、スキルですね、この、ウォーをアドバンス召喚した場合、ウォーの攻撃力はアドバンス召喚時リリースしたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になるということで、まあこれで結構強いんでね、これを採用してますということで、早速三原神ザラッと並べていきたいなと思います。デュエルスタンバイ。気持ちいいぜ。ちょっと似てないちょっと似てるでしょ。ちょっと似てますよね。ちょっと似てるんですよ俺。ちょっとマリックできるんですよ。マリックといきますと気持ちいいぜはできるんですよ一応ね。好みさん、なんか困ったらマリックの声優さんがお忙しい時は一応この笑い声だけは僕できるんで、もしよかったら呼んでください。で、コスモブレイに OK。これ対戦相手は、春に WCS2020、日本代表の、を獲得した春にね、お願いしちょっとプロレスをしてもらってますけど OK。 でウィンダー効果発動、レジス精霊術界ウィンダー、ウィンダーが破壊された場合デッキよりウィンダーを特殊召喚できるぜ。これでデッキ悪しくも兼ねていく。いいぞドロー。あー OKOKOK、 オシリスナイス、オシリスナイス、ターン終了ちょっとね時間かかるんで少々お待ちください。まあ一応このウィンダーなんか俺最初はなんかそのランク戦ワンチャンもランク戦でやってやろうと思って行ったんだけど、さすがに無理やったわ。さすがに無理やった、さすがにね。なんでちょっとなんとかしてもらうしかないなと思って。で、これは8進行ですかね、あれですね、優勢の魂ですね。これスターダストドラゴン飛翔せよ、自重せよ、スターダストドラゴン。オッケー、あーかっこいいね、ブルーアイズ持ってるのもかっこいいわ。そしてウィンダーの効果でウィンダーっつってねこれがウィンダーウィンダーっていうあれです。強いなあ。ブラックマジシャン来た、これが俺の切り札にして最強の勝負、ブラックマジシャン。かっこいい、かっこいいわ。ウィンダーの効果発動、でウィンダーもいなかったからこれでペトルフィンを出すね。これでこいつは効果では破壊されないぜ2800という守備力突破できるもんなら守備な引き取ろう。あーオッケーオッケー、まあ、ちょっと黄金石かなんか早く来てほしいけどね。基本的にはペトロフィンっていうモンスターがですね、精霊獣器ペトロフィン、まあ昨日、まあ多分おそらく昨日の動画になってると思うんですけれども、霊獣使い、まあ、精霊獣っていう超迷惑なデッキを超迷惑なデッキでやったと思うんですけど、こいつ効果で破壊されませんよっていうことを持ってるんで、めっちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強くて、あーオッケー、結集ね、とりあえずちょっと1回コンボパーツが揃うまではマジでこういうなんか耐久デッキみたいになっちゃうんで、ちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと、ハル君待ってね、少し待ってくれる。あーローナイス、おこれは歴代の主人公のカードが並ぶんじゃないか、かっこいい。これエレメンタルのやつでしょ。あー来た、かっけー、ストレッチマンかっこいい。ドロー、ただ絶望的に打点足りてない全員攻撃力2500だから足りてない。くさ、2500で歴代主人公のねカードたちは全員攻撃力が2500で統一されてるというね。ガーディアの力もういらないんだよ、いいんだよもう、あいつドス取っ払いがいいんだよもう。一応これペトルフィンにガーディアの力を装備しとくとめっちゃ硬いっていうのに気づいたんで、一応それで体験しようかなと思ったんですけど、俺リアサモンかラー、あとは俺ラーなんだよな、ラーを多分あればいいから、ラーの抑神流を引くまで待つ感じですかね。ラーのラーってかもうウォーね、ウォーの抑神流ウォーの抑神流、神じゃなくて神だから、ペーパーの方だから、ウォーはペーパーの方、ゴッドじゃなくてペーパーの方だから。でラーの抑神で除外して、でこの後2ターン後、2ターン後待ってろ、2ターン後今から手前に地獄見しちゃうからな、ユギ。
気持ちいいぜ女ちょっといいんじゃない、ちょっとほんのちょっと、なんかほんのちょっとね。そろそろこれセットしておいて、で、まあ、これでターン終了して OK で、ターン終了して OK で、で次のターンラー来るから、シトシト、シト引いちゃってるの弱いんだけど、シトシト、シトシトデュアルで、オベリス、オベリスね、ラー来るで、ラー回収 OK! 行くぞ俺は、デュアルサモンの効果を、これによって、このターン、通常召喚権が2回になる。ラーの人の効果、ラーの人の効果によって、手札より、ラーの人を特殊召喚。そして、俺は、ラーの人、およびペトルフィン、全然なんか、魔力っぽくないモンスター3体の魂を埋葬し、太陽神よ天を前炎をまとひし不死鳥となりて、王の躍進流アドバンス召喚。そしてスキル生贄を束ねる力の効果によってラーの躍進流の攻撃力はアップし、さらに自身のライフポイントを攻撃力に変換させる。そしてリバースカードをオープン、一族の結集の効果発動、原神持続を指定し、俺は手札の神を特殊召喚するぜ。あらあれよ、オシリスの天空竜。そしてさらにリバースカード2枚目オープン、一族の結集、一族の結集の効果によって原神持続を指定し、手札より現れよオベリスクの巨神兵。ホルアクティがいたら勝ちだったけどなバトルウェイズだ、行くぞ、行け、ゴッドブライズキャノン、うおー、くたばれブラックアジアン。オベリスクの巨神兵の攻撃、グッドハンドクラッシュ。対戦ありがとうございました。ネダレキ選手権だったら優勝だったな。とりあえずホルアクティを実装してくれ。